皆さんおはようございます。おはようございます。今日は12月25日日曜日、はい、何にもない日ですね。クリスマスですねクリスマスです、はい、え、クリスマス、え、ご存知ないですか。ちょっとよくわからんね。え、さやさん、娘さんとかもクリスマスとかやっぱサンタさん、はい、やります、やります。あ、やっぱやりますけど、この何年とクリスマスに家にいたことほぼないんじゃない。そうかもしれない。だってさ、シフト見てみてもクリスマスみんな入りたくねえよ、ま、そうですね。その昔は、その昔はね、はい、10年ぐらい前の時よ、彼氏彼女がいる人たち出てきて、彼氏彼女がいない人たちが休みっていう謎のルールがあった、うちの店に。面白いですね。そう、だからそういうことがあったけど、まあクリスマスですね。はい、クリスマスです。メリークリスマスです。はい、はい、そんな感じでしたけども、まあ、クリスマスっていうことで今日はね、今日の議題はサンタクロースはいるのか。いや、それ議題にあげちゃいけんくないですか。いや、議題にあげていいよ。あげていいですか。あげていい、あげていい。ちなみにサイさんのお宅はその娘さんとかに対してやっぱそのサンタクロースの話とか。するするする、全然する。もうサンタクロースはいるっていうけ、絶対に、はい、いないと君たちのところにプレゼントなんて来るはずないでしょっていう。そこら辺ちゃんとそういう風に。そう、ただし、あの伝え方としては一個人のサンタさんっていう人が一人でやってるわけじゃないよっていう。あ、なるほど。サンタクロースはたくさんいるって話をしてるって言っていく中でもそうなんですけども、僕はね、正直クリスマスってものに対して、その恋人がいたいないとかで、まあ、それもあるかもしれんけど、あんまりいい思い出はありません。過去の動画でも言ったことあるけど、まあ、うちはねクリスマスをやる家じゃなかったんですよ。じゃなかったんですけども、ある程度の時期があった時に、まあ、サンタさんが来てくれるんじゃなかろうかって、1回だけ靴下をね、あの寝る前に置いてやった時に、あの、まあクリスマスにも帰ってこんかった親父が、あの朝方そこに5000円札を突っ込んで去っていくっていう現象が起きた後に、あの朝起きて靴下開いて5000円札見て、およよよって泣きうる俺の姿を見て、姉ちゃんがブチギレこいて親父と喧嘩しとったっていう記憶があるだけ。なるほど。だからもう、もうこれで俺がいらんこと、こんなことでサンタなんて期待するから、あの喧嘩したんだって思って、なんか自分を責めた記憶があって、なんかうちはサンタ、いや、クリスマスっていうもの自体をやってきたものがなかったの。でそれでいざ店始めてみたら、まあ、イベントやってみらないけんとか、はい、で嫁さんと結婚したら、嫁さんは、うちの嫁さんはクリスマスをやる家やったけ、はい、なんでツリーを飾らないのかとかね、なんでこうなのかって、いやだってちょっと待ってと、別にクリスチャンじゃないでしょって、はい、なんでいちいちそのサンタクロースとか、このなんかクリスマスプレゼントがどうとかツリーを飾るわけっていう感じで、でもいよいよ折れたのはもう子供ができて。ああ、そうですね、はい。今考えたらうちの父はどこやなと思ったけど、まあ、いい思い出がなかったトラウマを抱えてきてきたけ、はい、でも子供たちがそれを望むならと思ってって考えた時に、あ、そうね、サンタクロースの存在っていうのはね、皆さんが知りたい強運者をに行き着くための一つの答えだと俺は思ってる。え、どういうことですか。うん、っていうのはサンタクロースはたくさんいる、はい、たくさんいる世界であってほしいと思う。だって大人に別にさ、プレゼント持ってくるっていうのもいいと思うわ。じゃなくて子供たちにプレゼントを配るのがサンタやろ、はい、って言っていくんやったら、自分の子供だけにプレゼントをやってるのはただの親よ。わかる。俺は前にね、必死に生きるっていう話をされた時に、必死に生きるとは言われても、もちろん明日が誰にも約束されてないってことは知ってる。でも必死に生きろと言われても、なかなかそうはできんわって悩んだ時に、うちの師匠から、お前は何に命をかけるって言われたのよ、はい、何に命をかける、何に命をかけるって言うんやったら、俺は自分の家族と子供、あのスタッフ、子供たちとスタッフに命かけますって言ったら、うちの師匠からね、普通って言われた。普通、うん、自分の会社背負って、家族背負って、それに命かけるのは普通って、はい、ただ今それすらできてない人たちもいるとね、はい、ただそれをやると決めた上で、それだからといって必死の意味が分かった上で、それだから運が強くなることはないって言われたの。それ普通って言われた。もっと強くしようと思ったら、もっとスケールの大きいものをもっと真剣に命かけて守ろうとしてみろって言われて、いや分からんわと思って、でそのことをずっと悩んでた、ある日に知り合いの社長さんのところに遊び行ったんやけど、はい、まあすごくがの強い人でね、がの強い人なんだけども、
まあ、言葉が結構乱暴というか、なんだけど俺は大好き、うん、根っこが優しいことを知ってるからね。まあ、ただ第一印象は結構損しがちなのかな、とっつきにくいというか。でその社長さんは、あの近所の子供たちが自分の家の庭で遊べるように庭に公園みたいなの作ったの。その辺にあまり公園がないけ、はい、でうちの庭やったら安全と、防犯カメラもついてるし、俺の目も届くし、誰かが見てくれてるからっていう。超かっこいい、超かっこいいじゃないですか。まあ、それでもかっこいいんやけど、そのある日にねパッと行ったら11月の終わりぐらいよ、はい、半袖半ズボンの女の子がそこの子供と遊びだったの。わかる？11月の終わりの夕方もう6時になろうかっていう、はい、ほぼ真っ暗よ、はい、このタイミングで半袖半ズボンの女の子がそこで遊びだったの。俺それ見ながら、ね、大丈夫なんて言ったら、あーって言う、ね、あの子半袖半ズボンやし、ましてやもう暗くなるけどって言ったら、あーって言うけ、うんって、このさ何考えとんかなと思ってずっと見よったら、6時の鐘が鳴ったんよ、はい、6時の鐘が鳴って、6時の鐘が鳴った時にその人がスタスタスタって言って、帰ろっかって声かけて、その子の後ろをスタ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 横に歩くわけでもなくついていきながら、その子が家の門に入って家の扉を閉じるところまで見届けて戻ってきたんよ。えと思って、はぁって言うくさ、なんどうしたんだ、鐘がいるって言われたけ、お金ならいっぱい持っとろう思って、いやまだこんなもんじゃねえってだけ、やけ どういうことって言ったら、俺があの子に温かい飯食わせて風呂入れてあげて服買ってあげても変なおっさんって言われるって、やらないでくださいって連絡が来るんやったら、多分ネグレクトと思うって、わかるって、虐待を受けてるわけではないとね。だって11月の終わりに半袖半ズボンで自分の店娘外に出す、出さんと思うよ、はい、でもそれに対してどうなんですかねっていうこと自体は許されてないと。だから俺はこういう子供たちがいなくなるように、はい、子供食堂を作って、こういう子たちが温かいご飯食べて温かい風呂入って温かい服着て帰っていけるような場所を作ってあげたいって言ったの。だからお金がいるって言ったの、この人は。わかると、はい、金がいるっていうのは何かって言った時に、地球の裏側でね貧しい子供たちがいることも知っとると。でも俺は3軒隣先の子供がどっかで泣いて飯食えてなくて、温かい布団でも寝れてないし、風呂にも入れてなくて温かい服を着れてない今の日本が許せんって言ったの、この人が、はい、だからお金がいるって言ったと。って言った時になんとなく分かった、必死に生きるって自分の家族とか自分の働いてるスタッフの人たちを大切にして守って、その人たちに対して命をかけるってのはうちの師匠普通って言ったの。いわば3軒隣先の5軒隣なのかって、そのお前の隣にいる子供たちはお腹空かしてねえかって、この子たちまで何とかしてあげようと思う人のところに運が集まるって、何かを守ろうとするとき人は自分以上の力を発揮するって、そのために必死に生きようって思えると。確かにね、モチベーション下がったときに自分の大切な人たちの顔を見たら、よしやらないけんって思うもん。そういう人たちの顔が増えれば増えるほど、必死とか運とか器っていうもの自体は大きくなっていくんかなって思っていく中で、その人はきっと今サンタクロースやってると思う。サンタなら1年に1回その子供たちに対してだけプレゼントを渡すのはクリスマスプレゼントっていう口実があるけ、はい、つまりサンタクロースっていうのは、僕が思うことはですよ、自分の子供に対してだけってのが悪いわけじゃないんです。その子たちに対してプレゼントを配るだけならばどっかにサンタがいるんじゃないと思う。僕は娘にはいつか気づいてほしいことは、サンタはいる。そのサンタっていうのは自分の子供だけじゃなくて、今この日本や世界にいる子供たちを平等に愛してくれてるたくさんの大人の人たちのことを僕はサンタだと思ってます。そうであるならば自分の子供だけじゃなくてって、知ってる俺は子供に恵まれなかったご夫婦が施設の子供たちに毎年プレゼントを届けに行ってる人たちを知ってる。俺はあの人たちはサンタだと思ってる。自分の子供に対してだけ、これも悪いんじゃない、ただもともと知ってるどっかの子供たちにも何かをプレゼントしてあげようと思って、自分の子供をお腹いっぱいにしてプレゼントをあげるのが当たり前なんじゃなくて、周りにいる子供たちに対しても近所にいる子供たちに対しても同じように、その気持ち、つまり愛してるっていうことを知った上で、その愛を形に変えた上で何かプレゼントを送ってあげられる大人がいるのを僕は全てサンタだと思ってます。だから俺もサンタです。実は今まで言わんかったけど、サンタです。そうなんよ。だから自分の子供だけにしようとは思ってない。自分の子供とそこに関わるたくさんの人たち、
親がいないかもしれないし、そういうプレゼントがないかもしれないしって言ってね、サンタクロースなんてってもしかしたらふてくされてる子供たちがいるかもしれないけども、確かに俺もね、サンタの入り口はあんまり良くなかったかもしれんけど、今子供とそして大人になっていく過程の中で、一個人のサンタがいるんじゃなくて、たくさんの人たちを守りたいし愛してるっていうことを知ってる人たちが、12月25日にサンタ、12月24日か夜にサンタクロースをやってる、そういうサンタクロースがたくさん増えた世の中になったらいいなと思います。なので僕も今はサンタクロースですって名乗りますっていう感じかな。いやなんか良かったです途中で聞き入るんじゃなくてちゃんと突っ込んでくれんと、なんかあれになってしまうじゃない。違うんですよ、言い訳じゃないですけど、ここ1週間10日間ほぼ動画を送ってもらう作業やったじゃないですか、はいはい、やっぱこう対面でやっぱ話聞いてたら違う違います、なんか聞き入ってしまいます。はい、なのですいません、なんかこの動画を見てるたくさんの、ね、人たちも1日遅れでもいいんだと思います、その上で自分の愛する特定の家族や人だけに対してサンタクロースをやるわけではなくて、プレゼントをあげられる口実だって言ってるんだったら、もしかしたらそうじゃないたくさんの子供たちに対しても、サンタクロースやってみていいんじゃないかなと思いますし、そういう施設に対してやってあげれることもあると思うし、その上で僕はね、そういうサンタクロースがたくさんこの日本で増えてくれたらいいなっていうのはちょっと思うところですね。僕は大尊敬する会社の社長さんは大体この時期サンタクロースやってます。はい、そうなんですね。自分の子供だけじゃなくて、はい、周りのたくさんの子供たちに対していろんな形でね、気持ちを送ってあげられる人なんだなっていうのを知ったので、だからこの人たちは運が強いんだなっていうことに対してこの何年かで気づいた。だから僕もそれ以来ずっとサンタやってますということで、パパの正体はサンタでしたってことで、違うちょっと違う、ね、違うか、ちょっと違う、ね、でもサンタです僕は。はい、はい、ということで、たくさんのねサンタクロース増えたらいいなと思います。ではいきます、今日も元気よく、お願いします。はい、ではいきます、せーの、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。